ハンブルトニアンは18世紀末に活躍したイギリスの競争馬である。父の父墓のエクリプス、メス系は後に一号族と呼ばれる名品系に属し、母の父は大守母ばハイフライヤー、母の母の父もマッチェムという良血であった。名前はノースヨークシャー州にある地名から来ている。なお、19世紀のアメリカ合衆国に同盟のスタンダードブレッドがいるが、 由来は同じ地名であり、ハンブルトニアンの活躍を踏まえた上で名付けられたという、競争成績は17戦16勝。唯一の敗戦は、一層による失格のみで、セントレジャーステークスやドンカスターカップを落勝し、18世紀末期の最強馬とされている。百九十九年の三月十五日にニューマーケットで行われたダイヤモンドとのマッチレースでは、 3000ギニーもの巨額がかけられ、この競争でも圧勝した。また、同父で1世代上のセントレジャーステークス優勝馬、ベニングブローとも何度か対戦しているがすべて圧勝している。種ボ馬としては定調に終わったが、下級戦のみ6勝のホワイトロックが直径をつなげることに成功し、子孫にセントサイモンを生み出した。ありがとうございます。